ショートプログラムで世界最高記録を更新し、トップに立った羽生選手。2位、8点差を追う日本のエース高橋選手。さらにスペインのフェルナンデス選手が3位から逆転を狙います。今年のチャンピオンは誰か。観客の期待は地元の羽生選手に集まります。羽生、はい、かわいい、大好き。やっぱ地元の選手だからね。孫だってよかった。いつも被災地のことを思ってくれて、とても温かくて伝わってきています。もうこれからは自分のために頑張ってください。羽生選手、NHK 杯初優勝なるか。注目のフリーが始まります。これで注目の優勝争いは羽生結弦選手、大会3連覇を狙う高橋大輔選手、2人に絞られました。高橋選手は羽生選手の演技を間近で見て、その急成長を実感していました。若いのでその勢いっていうのはすごく怖いし、そのパワーは強いので、まあ、そこら辺で脅威だって言うんですけど、脅威なのでやっぱり負けたくないですから。エースのプライドにかけて逆転を狙う高橋選手。8番高橋大輔さん、日本。Representing Japan、大輔高橋。回転のトーループ決めました。高さがありました。次はどうか。4回転のトーループ、両足折りですがダブルトーループ。
すがの表現力です。ジャンプのミスはあったかもしれませんが素晴らしかったと思います。そうですね、コーナーのスピードも落ちずに気持ちもずっと途切れずに最後まで滑り切りましたよね。課題の4回転ジャンプ2回飛んで成功は1回でした。8点差だったのでもう守っても仕方ない、思い切りやろうっていう気持ちがいい形につながったのかなっていうふうに思います。1本目はすごく落ち着いてできたんですけど、2本目はやはりまだ練習の中でも2本続けてっていうのはなかなかうまくいかないので、そのミスがあったことがすごく自分の中で悔しいな。高橋さんの得点 164.04、 今シーズンの自己最高得点を更新しました。総合得点 251.51、 現在の順位は第1位です。His total competition score is 251.51. 大歓声の中、最終演技者羽生結弦選手がリンクに入ります。自分が入った時にすごい大きな歓声を見ていて、その歓声に驚きながら自分で笑っていたり、そういうふうな吸収をしてリラックスをしていました。